ようこそ JNW へ。パーソナリティのサキです。早速ですが、今回お届けするテーマはこちら。外国人大爆笑、相変わらず何やってんだよ、日本のとんでもない光景に笑いが止まらない。それでは行ってみましょう。2022年5月、東京国立競技場で行われたゴールデングランプリ陸上の男子 100m 決勝で、日本の小池祐貴選手が2位になりました。タイムは10秒22。優勝したアメリカのクリスチャン・コールマン選手とは 0.13 秒の差でした。さて、今回はそんなシビアなレースとは真逆の日本で行われた一風変わった超ゆるゆるなレースが海外で話題になっていました。 0.13 秒の差と秒数を聞くと大した差ではないように思えますが、100メートルを10秒前後で走る選手はゴール付近では秒速11メートルで走っています。秒速11メートルで 0.1 秒違えば、距離にして 1.1 メートルの開きが出るということです。 1.1 メートルの開きは大きいですよね。そんな人間の極限を極めるようなレースはアスリートにお任せするぜとばかりに、超ゆるゆるレースが行われたのは鳥取県の大山町のグランピング施設トマシバ。約100人がティラノサウルスの着ぐるみを着て70メートルを爆走。参加者は5000円前後の着ぐるみを自前で用意することが参加条件で、鳥取県内だけでなく山梨県や埼玉県からも応募があり、100人の枠はあっという間に埋まりました。レースの前にはラジオ体操でしっかりと準備運動、もちろんティラノサウルスの着ぐるみを着た状態でです。参加した約100人は中学生以上の成獣部門と小学生以下の幼獣部門に分かれ、オスメス別に芝生の上の約70メートルを力走しました。コースの70メートルは上り坂、100体のティラノサウルスがシンクロしながらラジオ体操をする姿や、慣れない着ぐるみを着て首をぐにゃんぐにゃんさせながら力走する姿に会場内は大爆笑。足がもつれて転倒した仲間に手を差し伸べて仲良く一緒にゴールする一幕などもあり、観客からは温かい拍手が送られたりしました。成獣メス部門で優勝した北九州市の中2の女子生徒は、視界は悪かったけどゴールまで一生懸命に走った、最高の結果が出て嬉しいと達成感を味わったようです。この様子が海外のネットにアップされると大変な話題に。走り出した瞬間から大笑い、首がみんなぐねんぐねんだ、めっちゃシュールだけどすごく和むわと多くの笑いを呼んでいます。なんだこれ、これはダメだぞ、笑いが止まらないじゃないか、面白すぎるわ、あー日本に行きたい、僕がこの町に住んでたら、いや住んでなくても日本にいたら間違いなく参加するよ。このレースに何の目的があるのかは全くわからない。でも日本のティラノサウルスたちが世界中を笑いの渦に巻き込んだことだけは間違いない。これは最高ね。私の国でもやってくれたら絶対参加するのに。恐竜の着ぐるみはもう用意してあるんだから。はははははは、これはたまらん。笑いすぎて腹筋がつりそうだ。誰か止めてくれ。これ見てるとなんかもうあれもこれもいろんなことがどうでもいいやって気分になるね。ああどうして僕は恐竜の着ぐるみの購入を迷ってたんだろう。彼らがティラノの格好をして全力疾走する姿を見ていたら、どうして迷ってたのかわからなくなってきた。よし買うぞ、買ってこのレースに出るぞ。主催者はもともと海外でティラノサウルスの着ぐるみレースがあることを知っていて、いつか日本でも開催できたらいいなと思っていたそう。ある日、友人の兄弟がコロナ禍のせいで修学旅行が陶芸体験に変更になったことを知ります。それはあまりにかわいそうだと感じ、コロナ禍でストレスが溜まっていて元気がない人は他にもいっぱいいるに違いないと考え、元気を出すならティラノサウルスだと思い至って立ち上がりました。国内初の試みなので、開催にあたっては何と言っても参加者を集めなければととにかく目立つ作戦に出ます。その作戦とは、
ティラノサウルスの着ぐるみを着て町を徘徊すること。なんと大阪梅田の蔦屋書店梅田店にまで行ってティラノサウルスの姿で出現し、学生やサラリーマンの冷ややかな視線にも耐えながら宣伝をしました。苦労が実って参加者は集まったものの、運営のための人集めもしなければならず、また迂闊にも参加費無料としたために必要な資金は全部持ち出しに。この資金は未だに回収できていないのだとか。しかし恥を忍んだ宣伝と準備が功を奏したのか、およそ5000円の着ぐるみが自腹にもかかわらず、100人の枠は募集からわずか2週間でいっぱいに。終わってみれば大反響。何が何だかわからない、楽しいが何のためにもならない大会を目指していたので、それが伝わったと実感しているとのこと。笑った、お腹痛いという好意的な意見がたくさん寄せられた一方で、ここ何ヶ月かで初めて笑ったといったちょっと深刻な感想もあったそう。主催者は、辛い時はラジオ体操のアーカイブを見てほしいと言っています。海外のネット上にはティラノサウルスの動きや走っている時の姿についてのコメントも寄せられました。なんで全ティラノが同じ方向に首が曲がってるんだ、それだけで吹くわ。なるほどね、恐竜が絶滅しちゃったのはこんな過酷なレースを走らされたからなんだね。新説として発表しよう。このレース、どうやら1億年前から連綿と続く地球上の生物の伝統らしいぜ。この首の曲がり具合、どっかで見たことあると思ったら、進撃の巨人に出てくる貴公子にそっくりそのまんまじゃないか。ティラノサウルスの着ぐるみを着た人たちがあれだけの人数で集まってるってだけで十分面白いじゃない。これは文字通りブレイクネックスピード、首の骨が折れそうなほどの猛烈なスピードだな。このティラノサウルスの着ぐるみを着たレース、オリジナルはアメリカです。ワシントン州南西部の町オーバーンにあるエメラルドダウンズ競馬場で2016年に始まりました。競馬場ですから、着ぐるみを着た参加者たちは競走馬が入るゲートからスタートします。走るのは約30体。本場アメリカでも鳥取県大山町と同じく、走るたびにティラノサウルスの頭や尻尾が前後左右に激しく揺れ、首はあらぬ方向にねじ曲がり、口は何かを叫ぶかのように大きく開き、全力疾走です。途中で転倒するなんて当たり前、ティラノサウルスが勝手に暴れ回っているようで、なんとも滑稽でもあり、ちょっと不気味でもあり。このレースはトライガードペストコントロールという地元の害虫除去会社が主催する恒例行事。この会社の社員30人以上が毎年このレースでティラノサウルスの着ぐるみを着て走ります。場内には競馬の実況中継さながらにアナウンスが流れます。ティラノたちはゲートに入り準備 OK です。さあ全ティラノ一斉にゲートを飛び出しました。頭を高く上げて走る姿を見てください。これがティラノの激走スタイルです。馬券、恐竜券はないものの、観客は歓声を上げて大盛り上がり。主催者の担当者によると、最初の年はハワイをテーマにしたコスチュームでレースを実施したんです。2年目は古代ローマ人のような格好で走りました。3年目からティラノサウルスの着ぐるみにしたんですが、参加者からはこれが一番人気みたいですねとのこと。このレースの勝者には賞品は何もありません。ただ自慢する権利がもらえるだけです。担当者は、来年のこのレースがさらに良くなるようにもうひとひねりアイデアを練ってるところさとやる気満々です。競馬場の代表者も、こんなことでたくさんの人を笑顔にできるならお安いものさと満足げです。面白いこと、ちょっとおバカなことは洋の東西を問わずみんな大好きなんですね。ちなみに2017年に発表された研究結果によると、本物のティラノサウルスは走れなかったのだとか。もし全力で走ったりしたら足首に負担がかかりすぎて骨折してしまうはずだとのことです。この投稿には、地元での開催や学校行事での実施を希望する声も上がりました。
よっしゃ、いっちょこっちでベルリン支部を立ち上げてやるぜ。鳥取県って確か日本のかなり西の方だよな。恐竜と何かつながりってあったっけ？日本で恐竜と言ったら福井県じゃなかったかな。俺の国でもこれやってくんないかな。絶対出走するから。このレース俺の地元のフランスでもぜひとも開催したいな。こっちでも誰か開催してくれないかな。こういうノリの人はこっちにはいないか。しょうがない、友達同士でやるか。間違いなく楽しい時間を過ごせるはずだ。私が今まで生きてきた中で唯一参加したいと思ったレースがこれよ。学校の先生たちは毎年の運動会で絶対このレースをやった方がいいと思う。先生同士で対決したらめっちゃ盛り上がると思うし、生徒たちにも大受けすること間違いなし。本来なら恐ろしいはずのティラノもこうして見てみると確かに不釣り合いに首から上が大きくて手は妙に短いし、不必要なくらいに尻尾は長いし、おおよそスピードを競うレースには全く向いてないですね。いろいろな仮装をして競争するとか、借り物競争みたいにカードの指示に従ってレースをするとか、ゆるいレースはいろいろありますが、ティラノサウルスの着ぐるみを着てのレースは思いもよらなかったですね。このレース、国内外で地元での開催を望む声があちこちから上がりそうです。いかがでしたでしょうか。よかったらコメント欄で皆さんの意見や感想も聞かせてくださいね。最後までご視聴いただきありがとうございました。動画を見て面白かったと思ったら、ぜひ高評価、チャンネル登録もお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。